はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフシです。ウィニングポスト8の2015ですね、続きをプレイしていきたいと思います。前回ね、全くいいところなしというところだったんですけども、今回はその続きになります。進めていきましょう。まあ今ねかなり苦しい状態にはあるんですけども、実は前回ご覧いただいた方は、見ていただいたと思うんですけども、配合評価 A の種付けをしていますので、そこにね期待を持って、耐えていきたいと思います。きっとねその種付け評価 A のタンクたちが活躍してくれるであろうと、まあ、そう信じるしかないですからね、そう信じて頑張っていきたいと思います。今はもうかなり自利品の状況にはなってますんで、まあ、そこをいかに乗り切るかと、特に費用面ですね。1億4000万しかありませんからね。500万以下で除外になる、多分1000万とかにチャレンジしたんだと思うんですけども、それでね除外になっちゃうっていうのもねかなり苦しいかなというところはあるんですが、この4月1周目期待しましょう。4月1周目にですね、もしものすごく強い馬が生まれた場合にはなんか特別なイベントが起きるようなので、次の4月1日なんといっても評価 A の配合をしたんでね、信じたいですね、その評価 A の配合。これ以上資金が減るようだとかなりまずいですからね。オープンに上がってる馬が1頭だけっていうのもねかなり厳しいですよね。お、3歳馬が続々と上がってきましたけど、期待できますか。さあヨーク、どうだ、期待の両決馬と、いいですね、1億超えですね。決闘はというとサンデーサイレンスとサクラキャンドル。お、パワーちゃんパレードもサンデーサイレンス3区ですけど、これも1億超えてますよ。おっとっとっと、いや、いいですよ、やらないです、どうせ勝てないですもん、この世界一頂上決定戦とかなんだかんだ言われても。はい、パワーちゃんパレード、うまい、この子はなかなか丈夫ですよだけ。思った感じではないですけどね、まあ、ただこいつもマリオンもなかなかの評価になってますからね。お、オペラハウスもいいですよ。ん？特別な雰囲気を持っているみたいですって言われてますね。これ楽しみだな。いや、これは非常に楽しみな形になってきましたよ。というわけで、まずは進めましょう。パワちゃんパレードがいいですね、素晴らしい。パパちゃんパレードすげえ良血だな。
メジロマクイーンとかつけたらすごい良さそうですけどね。まあ、上海とかもいいですね。ダミスター、わお。すごいパワーチャンパレード、すごい期待だわ。まだ若いですしね、しかもランニングフリー。さてどうしようかな。とりあえずセールに行って、ブライアンズタイムとかサンデーサイレンスとかの権利をまずは買いましょう。サンデーサイレンス、とってもね、サンデーサイレンスいくらかな、5000万ぐらいなんだったんだろうな。5000万か。ブライアンズタイムも買っときますか。いや、トニービン買っとこう。トニービンまだ一回もつけたことないですもんね。さあこれでいきましょう。種付けしていきます。桜キャンドルにつけるのか、サンデーサイレンスにつけましょう。でパワーチャンパレードはもうトニービンとかいいですね。ただ他トニービンつけていいやつがいないかどうかっていうのは先に確認しちゃいましょう。そうするとパワーチャンパレードはソウルオブマスター、ソウルオブマスターつけてみますか。ピルサドスキーにつけて、このリクタスをトニービンにつけて、 B とかいるかな。あ、いいね。バーチャンマリオンとトニービンつけましょう。初めてつけますね、オース。で、イクノリクタス。エルコンドルパサーつけますか。待機シャトルつけましょう。マックスロゼかなり期待してるんで、なんか C でいいのとかないですか。シアトル、待機ブリザードか。これって言ったのがないですね。どうしようかな。メジロライアンとかつけて、いやバブルガムペロにしましょう。よし。お、金が2000万しかない。これ大丈夫か。破産するんじゃないの。桜キャンドルの00。
そうか、まだいいのか。ごめんなさい、なんでもないです。いやー、早くあの馬たちがデビューしないかな。とりあえず破産しないで行ってくれることを願うしかないですけど、大きなレースは当然ね、勝てる状態にはないので、5、6000万ぐらいお金がある状態で入ってこないと、種付けがね、まともな種付けができないってことになりかねませんからね。そこだけが心配なんですが、せめてね、2億円ぐらいで折り返してこないと、かなり厳しい状態になってしまうというとこですからね。オープンに上がってくる馬が徐々に増えてきましたよ。いい感じですね。そしてこのヨークのイベント、おー、いいですね。これが出てればまあまあって感じなんですよね。これは微妙だな。桜キャンドルだな、やっぱ今うちの一押しは。1億7000万か、なかなか。ん？ポワちゃんマリオンがどうしたの？ポワちゃんマリオンね、期待しようね。いやー、今年はちょっとあれだな、セールには行けないな、お金がなくて。さあ種付けしましょう。今年はちょっとセールは我慢してですね。ベアハート、まあ、つけましょう。マリオンはソウルオブマスター、トレイルを待機者と、本当にね、配合評価重視でつけていきますからね。配合評価 B はないんだね、ロゼに関して言うと。そうなるとエルコンドルパサーか。ミュージックタイムとかつけてみますか。パワーちゃんカーソン、チーフベアハート。よし。
がいろいろ出てくれんのね。ただその前に種付けをねしておきましょうね。パワちゃんパレード、なるほど。爆発力が高くて A 評価にしますか。上海ですね、そうすると。はい、馬情報見ましょう。久しぶりにね。あ、え、なにこいつ、え、桜花賞勝ったの、嘘、え、本当に、うわー、見ときゃよかった。え、なんだなんだ、意外と頑張ってるじゃん。パワちゃんないとパレスミュージックね。よし、次これつけよう、もう一回。で、中山記念、ああ、パワちゃん、エマちゃんね、頑張ってるね。ああ、チュンチュンブハイ。なるほど。ちょっと舐めてましたね。13番人気か、あ、見なくていいか、13番人気なら。ベストゲーム8番人気か、エマちゃん、やってくるかな。まさか桜花賞勝ってるくれるとは思わなかったな。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はパワチャーエイマ、パワチャーエイマ、どうだどうだ、2番手はライタクリーバー、逃げ切れるか、先頭を捉えるか、ブラックホーク、いい足だ、うわー、刺されるか、ここで先頭はライタクリーバー、ダメだね、残り 100m、ライタクリーバー、先頭、一気にブラックホーク、ブラックホーク、ね、ブラックホーク、ブラックホーク、1着、2着以下は混戦です、ね、これが世界の実力だ、ブラックホーク。ちょっと安田記念勝つだけの力はまだなかったですか。KRA 9着ですか。そうですね。週刊賞まで出てこないと思いますので、週刊賞までね、ちょっと置いときましょう。え、何、パワちゃんヘマ連続で出たの、何に出たんだ。ある意味黄金世代にこれから入っていくと言ってもいいかもしれない。とりあえずまだね、ちょっとそこに行ける実力はないんですよ、金額的にね。パワちゃんカードが、次秋華賞に出走予定ですね。今は次は、毎日王冠に出ますと。パワちゃんパステル、ラジオ日経杯取ってるんだ。早熟ね。デュレン、近日新聞杯、パワちゃんキット。パワちゃんキス、ピレネ、サイクル、テースト、エミネム、オーザ、プリマ。まあ、この辺はちょっとまだまだって感じかな。とりあえず、
秋華賞ですね。京都大賞典、まあこの辺はちょっとあれかな、厳しいんだろうな。ちょっと人気を見て決めましょうね。まず毎日王冠、あ、3番人気だ。これは期待できるぞ。 G2 とか勝てるぐらいになってくるとね、いいですよね。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はムービーピーナクル、ムービーピーナクル先頭、2番手はマグナーテ、先頭を捉えるか。さあ外卓リーバー一気に来た、ムービーピーナクル先頭、ダメか、ダメだ、ダメだ、失速したか。マグナーテ一気にイーグルカフェ、イーグルカフェ、イーグルカフェ一着、2着にはどうやらマグナーテ、これが G1 マグナーテ、イーグルカフェいましたね。8着に沈みましたが、京都大賞典、うわ15番人気、これはちょっと見れないよ。お、でも検討して3着に入ってくれたんだ。いやありがとう。ちょっとでもね、他ね正直言って欲しいですからね。さあそして秋華賞ですね。バステークス、まあ、ちょっとこれはね前座なんで飛ばしちゃいましょう。さあ秋華賞、お、2番人気3番人気ってすげえな。これちょっと見ましょう。ちゃんとどっちかでもいいから勝ってほしいな。同じね牧場から生まれた馬がこの争うっていうのはいいですね本当に。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はダイヤモンドビコー、残り 200m、 先頭はダイヤモンドビコー。うわー、さあ来た、さあ来た、ちょっと届かないか、前を捉える勢いだ。届かないね。ペームオーシャン1着、2着にはどうやらローズバト、安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。勝ったのはペームオーシャン、期待してたんですけど、掲示板、まあ4着か、まあちょっとしょうがないですね。ちょっと馬の情報を見ときましょうね。ヨークの方ですね、1歳馬、どうなんだろう、これがいいコメントなのかどうかがちょっとよくわからないと。わからん、わからんぞと。ただ今年は自分でやった方が良さそうだ。期待の馬を売られたらたまらんからな。さあ自分でやりますよ。久々にやります。サンデーサイレンスね。
さてと、加工気味になってるパワちゃんテイストね、残念ですけど引退させましょう。加工気味になってる馬は引退させます。あとはですね、年が結構いってるものに関しても、まあ、5歳馬はね、この辺りは しょうかな。エリザベス女王が勝ってんの？パワーちゃんパステル。来年の G1 で先生に活躍できると。どうしよう、誰売ろうかな。まさにピークで1000万以下なのね。今まさにピークでここにいるっていうのはダメだよな。はこの辺かな。ちょっと一体させましょう。守護入りさせる馬、まあいや、守護入りしなくていいでしょう。Thank you.
1億超えの馬2頭いたと思うんだけど、あれはまだ入京ではないの？いや入京だよね。どこ行っちゃったんだろう。なんすか伊坂さん、いいっすよ出てこなくて。あ、こっちかな。いや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 、所有用区だもんな。あれどこ行っちゃったんだろう。ようわからんになっちゃったな。とりあえず4月1週まで進めてから考えましょう。3歳馬も期待できるはずなんですけどね。ハワちゃんダディ、名前がいいですよ、ダディ。特別な雰囲気を持っているっていうのが生まれたんで良かったですね。まだえっ、ー、と進行する前に馬の情報で競走馬ですね。2歳馬桜キャンドル、こいつが今一番有望株のはずですね。桜キャンドル、サンデーサイレンスで、ワージャンクイックも、有望。ワージャンパレードも、かなり期待の馬ですね。というわけで今年来年あたりはかなり期待できますよ。そしてオープン馬も増えてきたこと、増えてきたこと非常にいいですね。 G1 除外されてますけど、さあ種付けしていきましょう。今年もね、ちょっとまだ、買えないですね。TM、TM とかつけてみるか。ガシガシつけていきたいんですけどね、競りで落として。ちょっとまだそこまでの金銭的余裕がないんで、今回も見送ります。ただそのうちね、また競って金をばらまいてでも取りに行くっていう時もね、来ると思いますんで、まずはお金を貯めましょう。今しなきゃいけないのはとにかく牧場を広げるっていうことなんですよね。ウィーニングチケットとかサイドチケットも多分ねほぼ終わりですからね。今年の2歳馬がデビューしたら楽しみだぞ、本当に。お、G1 に安田記念に2頭も出るんだ、これ楽しみだな。
どうしようかな、チーフエンパートとかつけてきますか。スペシャルウィークとかもね、これ欲しいですね。お金がね、3億2000万しかないんで何もできないっていうのはあるんですけど。お、11番人気か。なんとかね、頑張ってくれ。4着か、厳しいな。さあ、安田記念。4番人気と14番人気。パステルに期待だな、4番人気。4番人気だったら十分にチャンスありますからね。十二分にチャンスはあります。さあ、直線に入りました。これからの勝負。先頭変わってアンブラサモア、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はテイムオーシャン、テイムオーシャン必死に追います。この差は果たして縮まるか。エイシンプレスト、いい足だ。ここから勝負をかけます。全のエルシド、エイシンプレスト、これが全のエルシド、全のエルシド1着、2着にはどうやらテイムオーシャン、見事に勝ちました。全のエルシド、エイシンプレスト敗れました。これは掲示板までです。この辺りはやっぱり強豪だな。厳しい結果だ。2歳馬に期待しましょう。とりあえずですね、11月まで進みます。というのも、いや本当に期待してまして、旭杯フューチャリティステークスとか出てくれるんじゃないかなってね、ちょっぴり期待してるんですよ。カージャンカルプト早速1番で、新馬さん勝ってくれたな。うわー、ただ次5着か。ただ次すぐ1着で勝ってくれたか。オープンに残ってくれましたね。パワちゃんケープ、パワちゃんヒッターは3着に敗れてるか。ただほんとここ黄金世代なんでね、ここすごい期待してるんですよ。パワちゃんバド、さあ2歳馬ちゃんカラットは次は、パワちゃんカラット次12月4週のホープルステークスまで出ないのね。 OK です。いやー、2歳馬元気いいね、本当に。2歳馬本当にいいよ、今年の2歳馬期待ですね。今年の2歳馬から G1 取ってくれる馬とか出てくれんじゃないかな、もしかしたら。とりあえず7億円かけて繁殖牝馬を20頭持てるようにしてですね、大量生産して、そのうち1頭2頭強い馬が出てきて、またそいつが稼いでくれるなんていうやり方をちょっと考えてるんですけどね。G1 勝ってくれたような馬たちが引退してしまったので、まあ、苦しいは苦しいんですよね。4月の1週目。ああ、でもパワーカラットもケープも苦戦はしてるな、やっぱり。
戦は苦戦、苦戦してますな。なんかこれぞっていう感じはないか。なんかどうなんだろう、なんとも言えない。期待してたほどではなさそうな感じもちらほら、まあ、ただね、信じるしかないですからね。4月3週の皐月賞にパワちゃんケープか。ああ、皐月賞はただあれなんだね、抽選なんだね。あ、でも出れるんだ。皐月賞は見ましょう。10番人気か。10番人気で勝ってくれたら本当嬉しいな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。どこにいる？先頭カーブ、キャプテンソング、あと200m。 最後方にいるな。ゼンノロードロイ、これは無理だな。レオユニバース追いすがります。ゼンノロードロイ先頭だ。ゼンノロードロイ、ゼンノロードロイ1着、2着にはどうやらレオユニバース。安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはゼンノロードロイ。まだ勝てる土俵にないってことだな。ただやっぱりね、あの世代、今3歳になった世代は頑張ってくれてますね。あ、しまった、種付けするの忘れてた。しまった、なんてもったいないことしたんだ。黒船ね。いや、シャカール。ワンダー相性いいな、うちの馬と。グラスワンダー本当に相性いい。グラスワンダー相性いいな。ノーザンダンサー系と相性いいんですね、きっと。いかないな。手は来てるんだけどな。3
関西は頑張ってるんだけどな。カラットもプレスもケープも。ただ勝ち切れてないんだな。期待してた世代なんだけど苦しんでるな。いやー期待の世代がいまいち躍動してないな。どうしようかな。あ、でも9億円になってる。きっと売ったんだな、なんか馬を。ん？ん？わお。コメントが全員ノーマルだ。恐ろしい。なんでこれに出るんだ？当然だろう。お、皐月賞を狙うのは。皐月賞見ましょう。あ、これはいいでしょう。前座ですからね、初戦は。さあ皐月賞、バーチャンスイフト3番人気、これは期待できるぞ。初クラシック制覇なるか。いよいよ直線のゴール。伸びてこないな。ゴールドあと 200m、 コスモパルク伸びてきた。どんどん沈んでるな。先頭はコスモパルク。レッドジャーニー追いすがります。ファイヤーゲーム伸びない。コスモパルク、コスモパルク1着、2着は微妙です。コスモパルクやりました。地方の意地が中央馬をねじ伏せました。
いや、残念だな。3番人気に押されてただけで、掲示板ぐらいはね、入ってほしかったな。ただ、当初の目的の建設ができますね。はい、20頭にまで増やせます。7億円使っちゃいましたけどね。しかないからな。サンデーサイレンスとか価格高騰してんだろうな。そもそもないと。で、やめつけよう。ダンスインザダークつけよう。セイウンスカイつけよう。チーフベアハートをつけます。セイウンスカイ、サクラバクシンゴ、マチカネ金の星、世代と銘打ったんですけどね。世代苦しんでますね。もう1年やりますね。もう1年やらせてください。お、東京大商店に出てくれるんだけど除外になっちゃったわけね。いつもここすげえ出るな。500億ぐらいやったらな。もう有名どころのヨークだ、海外のサンクだって買いまくるんですけどね。さあ、この1年間やって一旦休憩に入りたいと思いますんで、この1年間で成果出しましょう。チャンスイフトいいね。4歳になって一皮むけたかな。ダメだな。なんすか、期待はしてんだけどね、どの馬も。
日本ダービーが取りたいんだ。今回も我慢しよう。G1 に日本ダービーね、出る可能性はありますからね。爆発しないな。爆発しない。もしかして そんなことなかったですね。今なんか6着ぐらいに敗れてましたね。情報見ましょう。パワちゃんトラベルは成績よ成績。天皇賞秋でも4番人気にまで行ったんだ。頑張ったね。あ、パワちゃんスイフト何マイルチャンピオンシップ勝ったの。早く言ってよ。パワちゃんケープかな。いまいち勝ちきれてないですよね。
一番人気に押されてるんですよ、ずーっと。天皇賞秋も一番人気、ダブリンも頑張ってますね。ダディ、なるほど。というわけで今回は、マルチャンピオンシップも勝ったし、桜花賞も勝ったし、エリザベス女王杯も勝ったんですけど、どれも見てないと。期待してた馬じゃない馬が勝ってくれると、まあ嬉しい誤算であったんですけども、本当のね、王者の深く漂うような馬、なんとか見つけていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします。